アドステラ155地球第27話ダリルバルでタスクウリゃ前回の嵐カイトを傷つけないヒリルシークスまたカイトを傷つけた殺すキックの体勢からくるりと立ち上がり そして左手を上げてストップ終わりだ終わりだっつうのはあどういうこともともと貴様と戦うつもりはないコックピット開けて男が出てくる 俺はフェルだ。よろしくなカイトのコックピットハッチを開けて顔を出すシークス変な名前だねシークスだよガキやんマジかガクッと膝が崩れるフェードルまあ、しゃあないなよろしくな こいつすごいね飛んだり跳ねたりシークスったっけかよく分かってんじゃんこいつはダリルバレでタスクだ自慢げに親指で刺すアステカシアマニアの俺でもなかなか手に入れなかったモビルスーツだはじめましてサーラですこの機体のメカニックですニコッと笑顔で二人を見つめるサーラ 少しかわいいなメカニックだのタスクだのとりあえず何のようだいやいやもらった金分働けねえそれは性に合わんいただいた分,いたいた分ここで働きますここ、ね、きまあ、ま、何かしら目的があるようだがこちらも書いが取られと困るも何もなく受け入れてしまうしかなかったフェードルのお母さんがサラの面倒も見ていたらしい動かねえのは事実なんだが何が足りないのかもな カイトも俺が起動させたよ座らせてみせてよ面白いじゃん座ってみるか接続プラグをつなぎシートに座るシークス音を立てて施設の照明が落ちて真っ暗に音を出してダレルバルでタスクが光り出すタスクだったねそうか苦しかったねうんお兄ちゃんの役に立とうか 久しぶりだねダリルバルデ彼女に勝った唯一の期待君なら矛にふさわしい全身に張り目がされたパーメントが走り出し両肩のシールドが外れて浮き上がるやろうか両肩のシールドがグイーンと前に飛んでいく突き出した手を引き上げるとシールドが戻ってくるおかえりスッとグリップを離すとシールドが両肩に収まるククソガキ何やった 兄ちゃんタスクに好かれてたみたいだね助けてくれるっておおめえその頬の色シークスの両方が赤く光っているんあれ赤い青じゃないんだガンドアームだダリルバルデにボーンと目を光らせるダリルバルデタスク「アドステラ1 5 5地球第第27話ダリルバルデタスク」 よろしければいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ひろもすです。